面白い面白い。ドアめっちゃ軽いよ。ね、軽かった。ドア、ちょっと触って。ドアめっちゃ軽い。本当だ。テリー土屋の車の話。始まりました。はい、ね、まだね、夏で暑いですね。いやー、ほんと暑いですね、今年の夏もね、はい、ところで、何ですか、お二人は、うん、STI はご存知ですよね。当たり前でしょ、まあ、そうですよね。改めて、じゃあ説明すると STI の正式名称は何でしょうか。 STI、 そうです。ちょ、もうちょっと長いのあんだけど、スケベじゃないですか。違うスケベ、スケベテリー、スバルテクニカインターナショナル株式会社の略でございますね。いや、でもあれですよね、スバルファンにとっては STI というのはね、はい、特別な響きですよね。そうです、そうです。いや、俺は、うん、スバル、うん、辰巳だと思ってたの。ああ、うん、やっぱ STI って辰巳マジックって昔から言ってたから、はい、まあ、そうですよね。あ、そう、 STI、 あ、そうか、辰巳さんのマジックなんだ、うん、そう、テクニカルだったんでね。テクニカル、はい、テクニカルなんです、ね、今日はですね、はい、そんなあのスバルのモータースポーツをね、いろいろ支えていらっしゃいます、はい、STI を深掘りしていきたいと思います、はい、まずはじゃあセンターからいきましょうか。、はい、5月から6月にかけて行われましたニュルブルクリンク24時間レースに STI のドライバーとして参戦、見事クラス優勝を果たされました。番組でもおなじみ久保凛太郎さんです。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。やるときやるね。やるときやるとき。そして、はい、そしてですね、日本のラリーの振興を目的とする団体、うん、JRCA の会長を務めながら、うん、全日本ラリー選手権にも参戦していらっしゃいます、世界のラリードライバーですね、新井俊博さんです。お願いします。会長さんね、はい、すごいな、ね、あ、そして、はい、そしてですね、スバルの STI 候補の篠田さんにもお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。で、今日は、はい、今日はですね、うん、STI をこう深掘りしたいということで、うん、STI が今までですね、作った車をね、うん、見ていきたいと思うんですね、うんうん、ちょっと素人でよくわかんないですけど、ええ、どこをどういうふうに変えていくと速くなっていくんですか。はい、まあ、車高を下げるよね、はい、まあ、レーシングカーだから、うん、あとは、大丈夫ですね、はい、うん、あとはもうオーバーフェンダー、 あそこの部分ですね。これはいっぱいこう開いてますよね。それはね、うん、エンジンルームの熱を逃がすの。逃がす、はい、で、入ってきた空気でダウンフォースを得てるの、うん、なるほど、空気を抜くことによって、うん、あれ、オーバーフェンダーのところのダン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 って、あれ結構効くんですかね。これはね、あの、あ、これタイヤハウスの、これタイヤハウスの乱気流を抜いてんですよ、うん、タイヤの圧を、うん、はい、俺が説明しちゃった。凛太郎が説明をした何度かあんまりやれば、そうだ、まあ、あのタイヤが高速回転しますので、はい、中で空気がぐちゃぐちゃにミキサーされると、うん、そういったものをあの走行風の負圧でですね、抜いてあげると、うん、その車体の挙動の安定性っていうのが良くなるので、こういったそのエアアウトレットですとか、うん、こういう、空気を整流するような、うん、あのカナードとか、そういった部分に関しては、うん、ものすごくレーシングカーには必要な装備になるんですね。ラリー車にはないもんね。ラリー車ないですね。多分あったらすぐなくなります ね。これすぐなくなっちゃいますよ。ちょっと見せろ、カメラさんお願いします。かっこいいですね。これは当然、あ、はい、かっこいい、うん、これはそうか、向こうにあるから左ハンドル。そうですね、日本人だけではなくて、うん、外国の選手が2名、うん、はい、参加して合計4人で走ってますので、24時間を4人ってことですか。そうです、はい。何時間ずつに交代するんですか。大体、1周が10分ぐらいかかるので、はい、まあ、8周から9周が1人のスティントになります。だから大体1時間半とか、まあ、1時間半ちょっとぐらいが1人ずつなので、1時間半ね、ギリギリの緊張の中でやるってのは、はい、かなり精神的にも肉体的にもきついんじゃないの。国内のレースであれば、うん、もう、1時間半走ると本当にもう何十周ってできるんですけど、うんうん、本当に10周の中で、うん、本当1秒たりともニュルの場合は気が抜けないので、うん、なんか体力っていうよりか精神力のなんか疲れの方が大きいなと思います。初めてニュル走った時、うん、足が震えちゃって、うん、一周、そうなんですよ。向こうってあのサーキット走るレンタカーがそのコースの周りにいっぱいレンタカー屋さんがあって、うん、そこ気軽に借りて走れるんですけど、もう1周初めて走ったらもう足震えちゃって20分ぐらい、うん、
車に座ってなんかぼーっとなんかドイツの空を見ながらなんかぼーっとしてましたけど、いまだにちょっと怖いです。こんな気の小さいやつ使ってんの？でも、ね、今は大丈夫なんです。本番になったらものすごい実力を発揮して、はい、我々も最初、まあ、初めてのドライバーなんで心配してたんですけども、うん、いや評価が180度変わりました。はい、そうやる時やるね。あのやっぱ長年のマイナス戦略がここに来てこうプラスに変わったんです、ね。さあちょっとありがとうございます、エリさん。後ろはこれガソリンのタンク。ガソリンタンクは何リッター？あれ120です、ね。あれガソリンのあれですか？はい。そうです。120か。はい、あの安全燃料タンクって言って、うん、あのいわゆるこうレギュレーションで定められた あの決まってんですね。容量があり、容量があるので。ニュルの場合は国内だとスーパー GT っていうレースだとこうリグって呼ばれるガカッて入れるともう本当何十リッターが1秒2秒で入るようなやつがあるんですけど、ニュルの場合はあのダメなんだ、ガソリンスタンドと同じこういう給油口をガンで刺したのでちょっと反対側に給油口があるんですけど、ちょっと見ていいですか、普通のねガンの入り口なんですけど、あそうガソリンタンクでかいわ、でかいですよね。新井さんラリーはなどのくらい、なんか90リッターこれすごいね。ここが給油口なんで、扉が閉まってても入れれるようになってて、普通の車の給油口になってで、これが入っていくわけ、そうです、その中に、まあ、筒があるんですけど、筒をこう囲うような形でこのアルミのやつは、なんでこのアルミ必要なんですか、これ冷却ですね、冷却ですね、はい、はい、冷却です、ね、でも大事ですよね、はい、大事です、いや、ガソリンは沸騰しちゃうと、うん、パーコレーションが起きるの、パッ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 、そうなんだ、それを防いでる、僕らも普通に街しか走んないから、うん、全くそういう知識がある、ね、新井さんラリー車はこういうのついてるの、ラリー車はそれこそこういうあの手回しで入れたりとか、ダブラシの場合はその給油車が来てやるんですけど、でもカップリングが決まってるんですよ、サイズが、 あとこれがまたすごいなんかリアウィングね、なんか行々しいというか、はい、こんなこれスーパー GT だったらルール違反だよ、そうですね、この高さは、この高さはそうです、この高さは、はい、これは高いわ、これは効く、これ何が効くんですか、浮かないってこと、はい、高い、下に押さえつける力、高ければ高いほど効くの、あそうなんだ、低いと屋根の風があるから何パーセントしか当たんないわけ、うん、だから高くしてるの、あこれニュールだと OK なんだ、この高さ、これは OK なんです、はい、ここがギリギリの高さ、あそう、はい、なりますね、これ以上上げちゃいけないんだ、そうです、はい、ちなみにオリジナルからは、まあ、手の声ファクトリーのあれなんですけども、はい、いくらぐらいかかるものなんですか、ですね、これは金かかってるよ、割とプライスレスです、うあの金額そのものよりも、うん、あの人の作業がものすごくあの時間がかかってるんで、うん、その金額そのもの自体はあのそれこそ数千万なんですけれども、うんうん、ちょっと人の工数を入れるとちょっと計算できないですね、どれぐらいで完成するんですか、開発し始めてからあのだいたいまあ1年ごとにどんどんバージョンアップしていくんですけれども、あ、まあ、だいたい新車を作ろうと思ったら1年半ぐらい、うん、でそこから毎年熟成していって、完成形に近づけていくっていう感じですね、これ車重どのくらいなんですか、これは1310ですね、はい、どうめっちゃ軽いよね、軽かった、ドアちょっと触って、ドアめっちゃ軽い、ほんとだ、ね、ここもガラスじゃないので、ほんとだ、ねえ、いやめっちゃ軽い、びっくりいやめっちゃ軽いよ、全部扉バトル、全部カーボン、じゃあ、ね、早速試乗していいですか、はい、そうですね、はいはい、ちょっと実は、はい、今回、はい、機嫌が悪くてまた別の機会でですね思う存分楽しんでいただくような機会を作ろうと思うんですけども、はい、ここはちょっと転がす程度っていう形になっちゃうんです、はい、申し訳ないです、なんちゃって言わない改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索、
面白い面白い。なるほどね。霧代はないな。すげえすげえすげえ、このバチバチの音が。さあ、土屋さん、はい、ちょっと短い距離だったんですけども、はい、どうでしょうか。まあ、どうでしょうかって、やっぱりこうコーナー攻めたかったですけどね。次回は用意していただけるんでしょうか。はい、今回ちょっと、ね、用意します。はい、はい、だけどさ、下があんまりないんですね。そうです ね、やっぱり25キロのコースを、ハイスピードで走るので、どちらかっていうとハイギアド。そうですよね、はい、より速度がめちゃくちゃロング。そうそうそう、ギアがそうなんです。すごいね、ロング、下が本当ない。下がないっていうのはトルクがね、ギアがロングだから、割とこうショートだと下からこうトルク出るんだけど、だから割とロングにしてるから一足を、だからなんかトルクねえな、ちょっと吹かさないと。1足がね、普通の車の2足ぐらいの感じ。あ、だから、本当にスタートが、ね、難しいですよね。だからもう街で走ったらダメだ。トルクトルク怒らしちゃう。許し用のギア設定だ。そうね、やっぱりそれぞれのサーキットによってギア設定変えていくと。はい、それニュルだと1足を使うんですか。スタートの時だけ。スタートの時だけですね。それ以外は使う。2足もほとんど使わない。あ、そう、はい。結構ヘアピンなんかあるじゃん。あるんですけど、バンクはついてるし。4駆なのもあって、やっぱアクセルに足が乗せた状態で常にこうコーナーを通過できるんで、それであればもう1個高いギアで走った方が乗りやすいですね。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。今もね、塗装部も板金部も、稼働していますけれども、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。